混同効果、混同効果、混同効果、混同エフェクトとは、磁性を持った極微量な不純物、普通磁性のある鉄原子などがある金属では、温度を下げていくとある、温度以下で電気抵抗が上昇に転じる現象をある。これは、通常の金属の温度を下げていくとその電気抵抗も減少していくという一般的な性質とは異なっている。現象そのものは、 電気抵抗極小現象と呼ばれ、1930年頃から知られていたが、その物理的機構は1964年、昭和39年に日本の近藤厚氏が初めて理論的に解明した。近藤はこの仕事により1973年、昭和48年に日本学士音賞を受賞した。金属は電圧を加えると、 金属内の電動電子が加速され電流が流れる。これを電気電動という。一方で、この電動電子には電気抵抗が働く。金属の電気抵抗の主な要因は、金属内に含まれる不純物などによる格子欠陥と原子の熱振動の二つである。不純物による抵抗は温度に依存せず一定である。熱振動による抵抗は温度を下げると小さくなり、 低温では抵抗は温度 t の5乗に比例する。そのため、金属の電気抵抗は通常温度を下げると減少し、絶対零度で一定値、イコール不純物による抵抗値に落ち着く。しかし、金属によっては、ある温度までは温度が下がると電気抵抗も減少するが、さらに温度を下げると電気抵抗は逆に増大するという通常では起こり得ない振る舞いを見せる。 この現象は1933年、ド・ハース・ド・ブール・ファンデンバーグが金の電気抵抗を測定した時に初めて観測された。その後の研究により、この現象は金、銀、銅などに鉄、マンガン・クロムなどの磁性不純物を微量に加えた金属で起こることが明らかになった。低温における電気で沿度の増加の原因については、 長年未解決であったが、後に、混同効果、磁性不純物の磁気モーメントと電動電子の磁気モーメントの交換相互作用、SD 交換相互作用によるのであることが明らかになった。磁性不純物の一番外側の電子柄である 3D 電子核はスピン核運動量を持っている。このスピンと電動電子が相互作用するのが SD 交換相互作用である。 近藤は、アンダーソン模型とボルン・オッペンハイマー近似を用いて、接動の二次の効果まで考慮し、この作用が温度 t の対数、LNT に比例することを導いた。交換相互作用の係数が、負の時、この値は温度が減少するにつれて増大することになる。この項と熱振動の項を合わせることで、電気抵抗が極小になることが説明できたのである。 近藤の理論では、電気抵抗は絶対0度で無限大に発散する。しかし実際には、電気抵抗は絶対0度に近づくにつれ正常な振る舞いとなり、有限値へと収束する。これは低温においては、自性不純物の磁気モーメントと電動電子の磁気モーメントが反強自性的に結合した一重高規定状態として、 自生不純物の磁気モーメントが見かけ上消滅すためであり、このことは吉田系によって示された。この混同による磁気モーメントの交換相互作用による異常な振る舞いから自生不純物の磁気モーメントが規定状態となった正常な振る舞いへと移り変わる温度を混同温度フォーミュラ1と呼ぶ。よってフォーミュラにはほぼ自生不純物の磁気モーメントと自由電子の 磁気モーメントの結合エネルギーに相当する。ウィルソンの理論によれば、混同温度は、比熱が極大となるときの温度の3倍となる。また、混同温度を基準としたフォーミュラ4を考えると、様々な物質で、電気抵抗率、磁化率、比熱が同じ温度依存性を示す、スケーリング速。近同温度は、数メートル、軽程度のものも、ある一方、中には1 0程度のものもあるなど、 それぞれの合金によって大きく異なる。以上のことを数式を用いて述べると以下のようになる。まず、混同の論文によれば、混同効果を含めた電気抵抗の温度依存性は、と書ける。ここで、フォーミュラ5は不純物濃度であり、フォーミュラ6は残留抵抗、フォーミュラ7は高子振動の起用を表す。混同は、 右辺第3番目の対数依存の項を導いた。電動電子の磁気モーメントと不純物の磁気モーメントの交換相互作用が強磁性的である場合、混同の項の符号は正となり、混同効果は発生しない。フェルミ液体では、フェルミ液体の性質による抵抗へのキオフォーミュラ8が加わる。抵抗が最小となる温度は、により求めることができ、 が電気抵抗極小の温度である。この温度は不純物の温度フォーミュラ後のフォーミュラ10上に比例している。アブリコソフは1965年に鉄道による工事の器用も考慮に入れ、混同効果による抵抗を R を、と計算した J は交換相互作用の強さを表す定数、D は電動電子のバンド幅の半分、フォーミュラ11はフェルミエネルギーの状態密度、 この式によれば、電気抵抗は、混同温度フォーミュラ1で発散することとなる。また、磁化率は、とかけ、電気抵抗と同じくフォーミュラ1で発散する。C は、キュリー定数。これは吉田、境地によって示された。また、比熱にも、同様の異常が現れる。混同効果が起きるためには、金属中の磁性原子は、 相互作用を起こさない程度に希迫でなければならない。このような合金を希迫磁性合金、または混同合金と呼ぶ。混同の理論は、絶対0度では、物理量に、ログ発散を伴う。また混同は、接動の2次の効果を計算し、フォーミュラ14の項を導いたが、さらに工事の接動計算を行うと、フォーミュラ15、フォーミュラ16を含む項が現れ、 低音ではこれらの項も無視できない。これは、ある音の以下では、節動論が破綻するということを意味している。この困難は後に、フィリップ・アンダーソンのプアーマン、エス,スケーリングや、ケネス・ウィルソンの繰り込み群によって解決され、極在スピンの状態から、パウリツネ時世の状態に連続的移り変わることが示された。ウィルソンはこの業績により1982年に、 ノーベル物理学賞を受賞した。その後、ノーシアーズ、山田工作らによって局所フェルミ液体として、混同効果を捉えられることが示せれた。また、低温度に近づくにつれ、エネルギーギャップが生じ、フェルミ面がギャップ中にうずもれてしまうことに起因し、電気的特性の温度依存性が、半導体、あるいは絶縁体的に振る舞う送料におけるものを、混同絶縁体という、 混同効果は、物理学において全筋的自由性の最初に知られた例である。混同効果では、全筋的自由性は、磁気不純物の極在モーメントと電動電子間の相互作用が低温、低エネルギーで接動では取り扱いほど強くなることにあたる。全筋的自由性のより複雑な形式としては、量子食理学の理論での全筋的自由性があり、 クオークにおける強い相互作用が、高エネルギーでは弱く、低エネルギーでは強く働くことに相当する。これにより、クオークの閉じ込めが起きているが、混同効果もこれに類似した現象であると言える。なお、フランク・ウィルチェック、デイビッド・グロス、H. デイビッド・ポリツァーの3人は、強い相互作用の理論における全近的自由性の発見で2004年にノーベル物理学賞を受賞している。 主に、自生不純物によって構成されている合金についても、理論を拡張し、それらの合金で見られる、重いフェルミ粒子は、混同効果が元となって生じていると考えられている。これは、特に、セリウム、プラセオジム、イッテルビウムのような気取る遺伝素、レアアースや、ウランのようなアクチノイドを基本とした、金属間化合物で起きる。これらの物質では、 非接動的な相互作用が強いため、自由電子の有効質量が1000倍にも増加したように見える。言い換えると、自由電子は相互作用により劇的に運動速度が遅くなっている。その結果として、これらの物質の中には超伝導を起こすものがある。さらに最近では、プルトニウムの普通でない金属デルタ小、免震立法合子構造を理解するためには、 混同効果の現れが必要であると考えられている。また、量子ドットにおける混同効果も報告されている。混同の業績を引用する論文も増えていて、ノーベル賞の候補とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。